藤本、クソヒゲ、とかさ、そういうのはどうなんや。情緒も不安定になっていた。自分の発言、采配がことあるごとにネットで批判された。プロ野球の監督に批判はつきもの。死んでは分かっていても、人格否定、度が過ぎた罵詈雑言だけは許せなかった。見たくなくても、見てしまう。視界に入る否定的な言葉が、藤本監督の精神を蝕んでいた。何気ない道を歩いている時でさえ、通りすがる人が自分を批判している人だと思い込んだ。まあ批判はいいとしてやな、クソヒゲ、とかさ、そういうのはどうなんや。言葉の種の顔もわからない。ネットというあまりに大きな敵を相手にしてしまった時もあった。ついてけくさ。史上最低監督なんて言われまくっとるらしいからな、そら耐えるわ。最後にオチはつけたじゃん。会見見たけど左右病言われてたの気にしててほんま草や。でもお前立浪ほど叩かれてないじゃん。タッツも気にしてたりすんのかな。監督って大変やほんま。お前らひどいことは言うなよな。知ってんだな、そりゃ目に入るか。結果出してや神ひげとして称えられてたわけだし。さすがに精神病みすぎだからゆっくり休んでくれ。クソひげお疲れ様やな。